はい、まあ、チャンネル登録者数が910名みたいな感じで、あとちょっとというふうな感じですね。まあでもこの動画を起点として、チャンネル登録者数を1000人に行かせたいというふうに思ってます。まあ、その内容なんですけれども、あの人に願いたいなと、あの人を呼びたいなとというふうに思います。そうです、僕の節目に現れ、苦渋を与えてくれた緑色のあの人、ご来場ください。願えば来るんですよ。だからもし近くの、卓球台の下ぐらいから見えてこう湧き出るかもしれないんで、あなたのすぐ近くに彼がいるのかもしれません。何度目だ、見たで、よたで、またあなたに挑戦してチャンネル登録者数を4桁の大台に、進めたいと思っています。まあ、もちろんそのチャンネル登録者数をっていうのはまあまあ一つ その目標でもあるんですけども、まあ、僕の一つのね、集大成とかそういう形をこうぶつけられたらばいいなというふうに思ってます。そういうテイストなんじゃない、猫が近くです。はい、じゃあね、試合をしたいと思います。よろしくお願いします。いきます。最初はグッ、じゃんけんぽい、さあ、Thank you.
はい。
Thank you.
久しぶりに緊張感の高い試合でしたね。負けましたけど、まあでも6割ぐらい出せたんじゃないのかなとは思いますね。まあでもドライブやっぱり浮かしますね。課題なんですけど、まあ笑顔で楽しい思い出ができたんで、よしとします。なんか霧のいい感じにはならなかったですよね。はい。僕の中では納得のいく答えなので、はい。また頑張りたいと思います。ありがとうございました。